ジョエル・シルバーはアメリカ合衆国の映画プロデューサー。リーサル・ウェポン、ダイ・ハード、マトリックスの各シリーズなど実力ある監督たちと組み派手な視覚効果を満載したアクション映画を制作して知られる人物である。シルバー・ピクチャーズを率いるほか、1999年にロバート・ゼメキスと共同でホラー映画専門の制作会社ダークキャッスル・エンターテインメントを 設立した。シルバーはニュージャージー州サウスオレンジで育った。彼は同州メイプルウッドにある名門コロンビア高校に在籍中、友人らとフリスビーをしているうちにアルティメットフリスビーという競技の創始者の一人になった。1970年にペンシルベニア州のラファイエットカレッジ進学後、彼は初の大学アルティメットチームを結成している。彼は 映画教育などで知られるニューヨーク大学の芸術学部ティッシュスクール・オブ・アーツで学位号を得た。彼は映画界に進んだ。ローレンス・ゴードンの制作会社ローレンス・ゴードン・ピクチャーズで働き、最初に名前がクレジットされたのは1979年公開の映画ウォリアーズだった。1980年には自身の制作会社シルバー・ピクチャーズを設立した。 最初に制作したのは1984年公開の映画ストリート・オブ・ファイヤーだった。ありがとうございます。